今夜の J 波ハローワールトですね。東京ゼロ三の参加とお迎えしております。はいさあいろいろとメッセージも来ております。ああありがとうございます。行ってみましょうか。恵子さん、ええ今日は東京ゼロ三ご出演ということで嬉しくてメールいたしました。実は私、ええ角田さんが前のトリオプラスドライバーの時に茨城県から新宿まで角田さんのライブを見に通ってました。高校卒業とともに就職してしまい、陰ながら応援しておりました。まさかアルファファと。 コンビ、うん、お三方になる姿を拝見できるのはとても嬉しいです。これからも応援してまーすと。いや、ありがたいですね。そんな。 通ってっていう嬉しいじゃないですか。いやありがたいですだからもう十もう十五年ぐらいもう見てくれてるっていうのもことになると思うので。うち高校生。そうですか。立派になったんでしょうね。なりましたね。多分こう年齢見ていただければまあ立派になってます。ありがとうございます。大人でございます。ぜひねライブにもね。そうですよ。今のライブもね。そうですね。 あと振った割にはやっぱりあんまり来てないんですけど皆さんのこだわりこれだけはっていうので一個だけ筆箱の中に入れてあるペンの向きのこだわりは誰にも譲れない好きなんですよ僕こういうのね一本でも曲がってたらもう嫌だ曲がりますよね意外す分かります分かります分りますりかります少なくともさっきの僕の「スター・ウォーズ」よりかは続いて あのちなみに東京ゼロ三の皆さんは、はい、渡部さんによくしてもらったことあるんでしょうかと渡部さんにはもういろいろとねおいしいところも連れていただいておいしいところもたくさんおじですから単独ライブとかでずっとあの年に半年間ぐらいですからこもるようになってから、うんはい、あんまりあの連れてもらえなくなっちゃったんですよなぜならこっちファミレスにいるからそこに用って来ないんですか渡部さんはだっていろんなところ行くじゃないですか。 もう本、本出しちゃってるんですから。そうですよ。うそうですよ。ね<え>。もう忙しいですから。忙しいです、ね、い一緒にな,な、ね。もうだから、かふかさんは一番お世話になってた時期は。渡部さんにキスのタイミングから、何から全部教わって。いろいろ、もう、あの。デートのコースとか、お店とか、はい。 ああでもそこでお店のチョイス大事じゃないですかすごいいいあの先輩雰囲気がいいところでその雰囲気のいいところはもう教えてもらったらいけるんですけどそこでどうしていいか分かんないっていう深井その続きですね深どうすればいいのかってのメールで送ったりとかリアルタイムでメールで聞くんですよ今クスしてもいいですかいや知らねえよねってそれ見てるわけじゃないしみたいなねそうなんですよこうやってね繋がって見てればね深井こうやって見てもらってればいい深井なんでしょ 俺が嫌ですわそれは確かにねいいじゃないですか講師ともにねいい先輩ですよね今日聞いてるかもしれないんさあ絶対聞いてないいや分かんないですよしかもこの後だってラジオでライブやっていただくわけですからあっそうかそうですねだいぶ予定よりも少し時間あれしましたけどもう来ちゃいますよえもう来ちゃいますよこの後はですねお知らせを挟みまして「キングオブコント2009王者東京ゼさんのコントをスタジオからライブで披露していただきます もう来ましたか来ましたか来ました <laughs> そうかこれでここに向かってしゃべんなくてもコントの時ってある程度でもある程度ですよね<や>うう意識した方がいいですよねいやいやあのちょっとっ三木さんなんかねコントやる時やっぱオンマイクじゃなくて結構もうちょっと弾くんで少し。

番組一食でケーキとかある時はもうすごいです。あきあんまないです。さあ、このあと CM 開けて。はい。あでも開けてまだ1曲いきますね。あ本当ですか。はい、すいません、ちょっと引っ張ってい。 あちらにいる方マネージャーさんでですすママネネーーーージジャャさんは元芸人の方とああ、でもなんか大学時代にやってたらしてましたよね。やってそうなのパッションフルーツパッションフルーツ。ちょっとパッションフルーツ。やってそうなやってそうなのちょっと漫才の方かなああ、こうた。 ネタ前なんで多少目黒になります。今なぞってます。なぞってます。セリフをね今なぞってますね。ちょっと皆さん時間をあの差し上げてください。ごめんなさい。すいません。全然関係ないね。芸歴とか今関係ないよね。そうそういうもんなすね。身長はしますしね。はい。 キートーク、オーカー、らんまんお届けいたしました。Hello world! さあ、皆さん、お待ちかねでございます。お <laughs> 来るか。あお煽るあおる。来る,来るか、来るか。今夜はですね、東京03のお参加とお迎えしておりますけど、このあとはなんと、ラジオで、コントをスタジオからライブで披露していただきます。えー、ラジオプラス、YouTube ライブ、まあ、映像でも同時配信でございます。 今日はどんんなネタをご披露いただけるんでしょうか今日は僕ら、あのー、とりあえず、まあ本当足腰の弱い芸人なんでちゃんとね <laughs> と、うん、舞台でこういう,こうセットとか組んでやらないとこう伝わらないネタが多いんですよ、はい、だからもう、あのー、ここ用に、はい、あのラジオブースでやる設定に昔のネタを作り変えて持ってきたまさに今日だけの<ー>そうですスペシャルですね。 直してきたです。どういう立場の人なんだやるでしょ。そうそう、あの、とある売れないバンドが。えの設定のコントなんで。わかりました。じゃあ、もう、ご準備はよろしいですね。はい。はい。やる、やるんです。やりじゃあ、それでは、よろしくお願いいたします。東京ゼロ三です。ちょっとお待ちください。 ミニ FM ハローワールド商店街プレゼンスこんにちはレイディオンお別れの時間となりましたお相手は TheAnimalRocksSee you next week bye b したお疲れした,お疲れ,したお疲れ様でした,でしたじゃあ僕後があるんでお先にあちょっといいか何ディレクターさんすいませんちょっとここ使わせてもらってもいいですか3人で話したいことあるんですいません大丈夫かうんもう座れよ ごめん僕今からバイトなんだ大事な話なんだよ今後の方向性についていいよ二人の意見に任せるよあとで聞かせよじゃあ僕バイトだからバイトなんかどうでもいいだろうお前もうちのメンバーなんだからでも今日は月1回のダクト洗浄の当番の日だ知らねえよ座れよ分かったよ俺たちもうバンド組んで10年だよな 週に一回のミニ FM だけじゃ食っていけねえだろう。バイトだっていつまでもやってらんねえしよう。未だ何のオーディションにも引っかかんねえってなると、このままじゃいけないと思うんだよ。もっと上に行くためにはよ。まあ、商業的なこと考えて。売れる曲作った方がいいんじゃねえのか。やっぱそんな話か。急に話あるとか言うから何かと思ったら。でもそうだろう俺は今の俺たちの音楽が好きだからやってんだよ そこを曲げてまで、売れてえとは思わねえ。そりゃこのまま売れるのが一番いいよ。でも無理なんだよそんなの分かんねえだろジミー・ページ・クラプトン・ジェフ・ベックだってな、いくら実力があっても、ヤードバーズのままだったら、こんな大衆に認められてなかったかもしんねえんだぞ。変化は必要なんだよ奴らは別のバンドで成功したってだけで、自分の音楽捨てたわけじゃねえもう捨ててでも売れた方がいいだろ <laughs> おい、パンサー。 何お前も黙ってないで何とか言えよ僕はよく分かんないから分かんねえじゃねえよねえのか自分の意見僕はこのバンドで音楽やってるだけで幸せだからライオンとチーターに任せるよお前いつもそうだけど本当それでいいのか不安になんねえのかよそうだよお前もちょっとぐらい自分の意見言えよライオンの言うようにメジャー志向で行くのか チータータののの言うようよにこのままで行くのか僕はなんだよバンド自体はそんなに悪くないと思うけどはっきり言ってプロのレベルには達していないんじゃないかな売れないことを音楽性の問題だと思ってるみたいだけどそれは僕が思うにはその単純に一人一人のスキルが全然足りてないと思うんだよね僕は音楽が好きだからやってるだけで。 コマンドでプロになななんててささらさら考えていなかった。だって3人とも素人に毛が生えたみたいなもんだからねだからいつも君たち2人が熱く語ってるのを見てバカなんじゃないかなと思っていたそしてライオンの持ってくる曲だけど本当にセンスがないよ僕がいつも苦笑いしていたのを気づいてなかったの大体「ライオン」ってなんだもうそっからセンスがないよ そそれにそのルックスからして絶対ボーカル向きではないと思うやめろーそこまで言うことねえだろ大丈夫かなよ泣きそうじゃねえかなんだよこいつ俺人間が怖えよ <laughs> でも俺は貴重な意見だと思う続けてくれよでも僕ダクト洗浄しないと。ダクトダクトうるせえんだよいいんだよダクトは汚ねえままで <laughs> 続けろよ さっきうちのバンドのスキルが低いって言ったけど中でもチーターのベースは致命的だと思うリズム感が足りなすぎるよこんなにリズム感のない人初めて見た色が黒いからリズム感あると思ったけど関係ないんだねただ黒いだけだったんだややこしいからやめてくれよ大体チーターってなんだいるよ <laughs> このバンドのお荷物ははっきり言って君だやめろー <laughs> チーターっているのかよ俺にとってチーターはお前一人だようぜえな誰だよあと一人演歌だ <laughs> 演歌界のビッグネームだお前知ってたのかよお前だろ俺につけたのチーターってや お前なりのチータータ何で俺なりのチーターって <laughs> 俺はジャガーが良かったのによいるよ女子プロレス界のビッグネームだがんじがらめじゃねえか <laughs> お前よくここまでの意見持ってて黙ってられたな言ってもしょうがないかなしょうがなくねえもっと早く言えよ <laughs> とっくに実家帰ってるからよお前他にもまだ何か思ってることあんだろもういい俺聞きたくねえよいやもうこの際全部言ってもらった方がいいんだよ おいじゃあお前、少子化問題についてはどう思ってんだよえお前何言い出したの急に。いや、いいんだよ。<は>あのうるせえあいつの口を塞いでやんだよ。<は>おいどうしたパンサーさんよお前なら答えられんだろ言ってみろよ知らないよ。 ただ出生率が低下したことが少子化問題の大きな原因だと思うけど働く女性の労働環境改善や子育てに対する金銭的負担を解消するような社会的制度の改革が必要じゃないかなと僕は思っている。 もうこんなごめんなさい1メートル以内に僕らいていいのかなと思って <laughs> 確かに近い,いー近いですよね。何が一番こうすごい感じたかっていうと笑う前の笑いになる前のその緊迫感のすごさテレビで見ててもこう感じるんですけどここからどうなってくるのかなって。だだけどこの距離だと 本当に今スタジオの中でバンドもめてるわみたいな感じでどうしよう俺らと思って一応なんか面白いコメントツイッター拾おうかなと思ったけどなんかあんま邪魔しちゃいけない,なない,やいやうれじゃそいですか。本当 その中ににいる気分揉め事を浜島だってうちのディレクターだって「ディレクターさんちょっと時間もらっていいですか?」って言ったら「OK」とかって出してたでしょ参加してくれましたねいや参加してたっていうよりも自然に入っちゃってたからちょっとちょっとちょっと。 口が開かななくって途中むよ思った言葉が出なくなってあそこが肝でしょいやでもねもう皆さんからの感想もすごいですよなんかね一番多いのはその映像がないとラジオドラマを聞いてるみたいなラジオドラマでも皆さんこう表情とかそのリアクション以外にもやっぱりセリフとか声にものすごくやっぱそこに情感があるから絵がなくて音だけで聞いてると ラジオコントですね。ああ、よかった。すごいこれ、新た、たね、新たな、なんか発見ですよ。うん、あ,あえて絵がない。いいでも、僕、目の前にある画面見てると、テレビ見てるみたいな感じ。あ、そうですよね。はい。いや、ということでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあ、じゃ、一曲お送りした後はですね、六月に開催される。東京03の新作の舞台について伺います。はい。 いや怖かったなーよく立て直したね思った言葉が出ないからこれ噛むと思って違う言葉探したんだけど出てこなかった僕は僕はってごまかしちゃったまあでもやっぱセリフ抜けるときとか飛ぶときないんですかいや全然ありますこれ言う予定だったあります。でもなんとかごまかすタイプと 諦めちゃうタイプがいて。諦めちゃうタイプ。僕は諦めますね。諦め諦めちゃう。諦めた時どうす、どうす。いや、もう黙って遠くを見る。したら、もうこっち二人が何とかするしかないじゃないですか。それ待ちなんです。は助かるんですよ。今日何とかしようとしたもんね。でも、これだって、どうしようもない。俺もうちょっとだって、めくって、だいぶ差し出そうとしてたもんね。うん。 ああそっちも良かったな。いやいやいや。何とか何ととか怖かった怖かった。すごい寂しさなのネタ。あそうなんですか。結構前のね。面白しねでもなんかこうちょっと置き換えがこうできたりとかするのまたちょっといいですよね。ああ良かった。うん。飲みたいもんねもうちょっと打ち上げの気分ですなんか。 <laughs> すごい今日のコント良かったっつってすごい今日のコント <laughs> いや演技派すごい今日だけのスペシャルネタ面白かったです<ら>、えー、03のネタ小学生の頃からと,とても大好きです,すい今いくつなん君って小学校の時からすごいなこのネタ大好きあらおこんな躍動感のあるラジオコントって初めて聞いたかもひ <laughs> 込まれた。ああ、ありがたいです、ね。嬉しいですね。あそっか、すごいこうやってね送ってくれてるんですね。どうなんでしょありがたい。すごい PC 前で普通に拍手してしまった。おお<ー>。八、ね、こうやって八ぱいだとこうパチ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 って今拍手拍手なんですよ。パチ,パチ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 。<laughs> はい。

さあ今夜はですね東京ゼロさんのお三方をお迎えして先ほどは素晴らしいね生ラジオコントをご披露いただきましたけどい,いやもうみんなからのコメントも止まらずいっぱい来てます素晴らしいって楽しいって、うん、いっちなみにこのネタ何度も見てるのに笑っちゃうそれもまた嬉しいですよねそうですね初めてだけじゃなくてそうやってこう今日はねまた少しちょっとこうラジオ用にアレンジをしていただいたわけなんですけど、うんはい、メッセージもねまさみさん 高校時代伊豆伊豆くんは隣のクラスでした。え？もろ。嘘？っていう。あっという間に有名になっちゃって、当時から仲良くしとけばよかった。ラジオネームはえっと本名ですって言うから飯塚さんだけ見せておきます。え？ちょっとわかんない。わかった。もう友達いなくて。いやそうなんですよね。友達になっておけばよかったって書いてあるぐらいですよね。そうなんだ。そうなんですよ。 隣のクラスだから初、はい、隣,隣のクラスですね、うん、さあ今度は、はい、まあ実際の本当のライブをね皆さんにも見ていただきたいと思うんですけどはい、はい、6月に新しい舞台あるんですよねそうなんですよ、はい、どんな舞台になるんですかこれはねあの僕らの単独ライブではなくてえっ、ー、といろんな方たちと一緒にユニットコントライブなんですけども、えー、我々東京ゼロさんとあといつも単独ライブで僕らの単独ライブいつも、えー、7本ぐらいネタやるんですけど、うん、たくさんある 最後のの本目30分ぐらいのコントを長<い>そうなんですよ、えー、やってるんですけど、うん、それをいつも書いてくれる作家の大倉っていう、はい、まあ演出も全部その大倉が僕らライブやってるんですけど、はいはい、その作家大倉と僕らで立ち上げた新ユニット「うん、東京03フロリックアホリック」うん、はい、うん、えー、これは悪ふざけ中毒とかっていう意味なんですけどの公演があります。はい、はい これが6月4日から7日まで4日間全部で土日が2回公演ずつなんですね6公演ですね場所がですね赤坂アアクトシターなかなかすごいところです200人ぐらいすごいじゃないですかそうなんですよねだからまあまあ皆さん来ていただきたいんですけどもメンバーがとにかく豪華ですごいです そして浜野健太さんその在日バンドが今流れたしそしてジェントルフォレストジャズバンドっていうこのジャズバンドの方々をバックに従えてコントをやるバンドでではでさらに清水文香さんっていう女優さんですね朝ドラとか今「まれ」に出てる方なんですよあと笠原秀幸さんとう俳優さんと。ていうか僕ら女優さんと初めて コントで絡むというか、うんうん、自分たちのライブで。 いつも豊本が女装でなんと女性役をねやられねごまかしてきたんですけどもんとかねそれを今回本当の生身の女優さんとコラボするわけですすごいそしてさらにですよこのメンバーが6公演全部レギュラーで出まして日替わり豪華ゲストがいらっしゃいまして6月4日が劇団ひとり佐藤龍太さん えー、そして6月5日バナナマンさんです、ね、のお二人6月6日バカリズムアンタッチャブル山崎、はい、そして6月7日、えー、ラーメンズ片桐アンタッチャブル山崎というメンバーでさらに、はい、最近また一人、えー、これは。

チケットの一般発売がですね、はい、2015年の5月9日土曜日からということでございまして、はいうん、もうゴールデンウィークかけてもうすぐですよね6月6日と7日1日2回公演と。 はい、ということでございますね、六月の。はい。稽古も始まってんですか?。まだです。今、ネタ作りの作業。七本もありますしね。うん。あ、今回はこれは、えっと、何本なんだろうね。オムニバスコント。いろいろと、あ、じゃ、数にすると、本当はもっと、もっとすごい数を。ね、はい。あの、テレビでは、こう、伝わらない舞台の魅力って、どんなところにあるんですか?。やっぱ、でも、生のお客さんの反応。 僕らはやってて楽しあそこそれもあってやっぱり一つまたコントが完成するわけですよねお客さんの反応が完成空気一つでお客さんの反応込みでここを省くとか足すとかっていうのを作業しなきゃいけないのでなるほどなるほど僕らテレビで見てる時はさっきおっしゃってましたけど3分ぐらいの短くされてるんですけど舞台で見るともっとそれもこうね世界観が全然違いますよね あるんですよくね引っ張ってやっぱ DVD になったりとかねするときに副音声というものをしながら見るんですよその映像その時はねつらいんですよ引っ張りすぎだっていうことをね注意されて見ながら引っ張るのはいいんですけどお客さんが静まるまで引っ張るから結果なんか滑ったみたいな感じあるんだよ最終的にね乗っちゃってる時はね聞こえないしねお客さんまだ笑ってるんだろうっていう思い ついサービスしちゃうわけですね。東京ゼロ三のフロリックアホリック、ハブストーリー、取り返しのつかない姿。六月四日木曜日から、え七日日曜日、会場は赤坂のアクトシアター。ということでございます。というわけで、今日はなんかもういろいろ無茶ぶりを。いやいやいや、申し訳ございませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲストは東京ゼロ三のお三方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。